グランド左側をご覧ください。更新してまいりましたのは西部方面混成団第118教育大隊第323共通教育中隊です。指揮官は福岡県出身第118教育大隊第323共通教育中隊長横田一位です。4月に入隊したばかりの新隊員と艦長の機関隊員の75名で混成された徒歩行進部隊です。皆様、新隊員の頑張っている姿をどうかご応援ください。
中距離から遠距離の敵を制圧する任務を有する野戦特化の火力戦闘部隊です。ご覧の装備は戦闘の指揮通信車をはじめ 155mm 榴弾砲です。続いて更新してまいりましたのは小郡駐屯地から指揮車
パッチです。高度約 150m、 速度は毎時約 70km で飛行しています。この後訓練展示にも参加します。